ラビットランの松本です。おはようございます。はい、今ですね、はい、ちょっと福岡にいます。はい、しゃい。ちょっと仕事でね、はい、しゃい、はい、ありがとうございます。来てるんですけども、はい、ちょっと時間があるんでね、はい、せっかくやから、はい、ちょっとブラブラしようかな言うてね。そうですね。いやー、本当に福岡なんてグルメいっぱいですからね、はい、ほんですごいもうなんていうんですか、もう栄えてるでしょう、本当に。博多ね、博多ね、博多よ。何回か来させてもらってますけどね、はい、もう博多といえばあれですよ、もう渡辺さん、はい、やっぱり福岡といえば、はい、で、我々ね、いろいろ食べたりするじゃないですか。そうですよ、渡辺さんもグルメ好きでね、もう結果やっぱりこう調べて、まあ今日はここ行くぞっていう、まあ、そういう熱意のもと福岡に、福岡来るときは楽しみですもんね。楽しみですからね、渡辺さんね、何を食べるかね、調べてね。福岡といえば、はい、フルーツ大福です。いいところがあるんですよ。違うよ、違う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 って違うって、ラーメンやって。いや、もうラーメンはもういいんです。今日はないよ。ちょっとちゃうねん、ほんまに、うん、ほんまに一回行ってみたいところがあんのよ。いやいやいや、いや、そんなんでお腹いっぱいしたらあかんって。ちゃうちゃうって、そのラーメンいつでも食えるやん、別に。いや、食えるやん、それ。え、いつでも食えるわけないやん。今何時ですか、じゃあ。12時、ちょうどいいやん。じゃあ11時50分でしょ。うん、11時50分よ。ちょっと早いでしょ。いやいやいや、十分定時でしょ。ちょっと早いでしょ。早くないでしょ。なんで、なんで傘なんで傘こんな晴れてんのになんで傘ほら、昨日降ってたからね、大阪でね。はい、違う、その時間ないですやん。いやいやいや、仕事行かなあかんから。いや、そっちゃ軽飯、軽飯、ちょっとちょっと入れよ。ラーメンみたいに言うなって。ちょっとだけ甘いの入れよ。ラーメンみたいに言うな。後で食べれるやん、別に。食べたらええやん、それは。いやいや、なんか6分ぐらいで食べなあかんやん。替え玉の部分なんか大福みたいになってまうやん、それやったら。当てた、3時ぐらいに来たらええやん、ラーメン。何やねん、3時に食うラーメンって。4時半とか。それはそれで食いたいねん、俺は。ちょっとマジ行こう。でもなんかめっちゃ美味しそうなんよ、大福。そうそう、ほんであんま時間もないから。多分ないと思うで。博多ってラーメン屋さんしか多分飲食店なかったと思うけど。あ、全飲食店、うん、ラーメン屋さんしかない。そうそうなんや。あったらどうする、切腹な。何それ、何それ。ラーメン屋さん以外の飲食店あったら切腹な。何その罰ゲーム。何ちょっといにしえの罰な。ちょっとあんま場所分かってないんですけど、はい、丸井にあるみたいなんで。いや、あるかな。博多の丸井にあるみたいな。いや、それ以上に美味しいかどうかですよ、そんな分からんな。いや、でもうまいっしょ、有名っぽいから。いや、まあ丸井に入ってるぐらいですけど、どこでも食べれるやつちゃうの、それ。丸井とかに入ってんのって。いや、でも九州しかないこれ。あ、それも調べてんねんや、うん、行く。ラーメン行きたいのに。行く。いやいや、あなたは熱量あれよ、グイグイ引っ張れよ。一応もう時間ないでしょ。時間ないのよ。行こう、行こう、連れて行ってくれ。何やの歩き方、ずっとその歩き方してる。ずっとその歩き方。切った、切って、切って、うん、切って、切って丸い、切って丸い、ナンバー丸いみたいなこと。まあそういうことじゃないですかね、ちょっと見てみよう。はい、行きますか。ありました、すぐ見つかりました ね、入り口入って、はい、もう右曲がってすぐでしたね。すぐでしたね。いらん、あんまいらんか、ラーメン食いたいんか。いや、いるよ。ちょっとじゃあ先買うわ俺。うん、先買うで。どれがいい。すごい、いろいろある。ラムネ団子、つぶあんに、よもぎ。あ、これや、これや。あー、おしゃれ、おしゃれね。
これはいくらなの？これが700円。これ780円。瓶団子。あ、じゃあこれ1個買おうか。いいんじゃない？うん、2個入ってんやろ？2本入ってんやろ、うん？こっちの瓶団子があるよ。ほら。小さい方の。あ、結構いろんな種類あるんですね。ちなみに一番人気みたいなのはあるんですか？はい。みたらし団子。これ人気ですか？そうです。あ、じゃあすみません、これ一つください。はい、初めからこれ狙い？はい、当たり前やろ。なんで、はい、なんでこいつピリピリしてんの？これなんか贈答用とかがあるんですかね？ね、贈答用に結構買われる方多いですかね？あ、なるほど。え、これ食べ方知ってるんですか、松本さん？あの、口開けて入れるね。口開けて入れる？そう。いや違う、いやそういう食べ方じゃなくて。垂れるからちょっと上向いて、うん、いや違う違う違う、そうじゃなくて瓶に入ってるじゃないですか、その結構パンパンに入ってたんで抜くんじゃないかな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。やった、最高や。いらんのも、いやだからまああるんで全然。日本入ってるもんね、はい、ちょっととりあえず外出る。そうそう、出てね。あかんもん買ったんかお前。なんかすごいそわそわしてるけど。なあ、いや、あかんもん買ってないから別に堂々としてたらいいよ。来た、見る。いやいや、さっき見ましたから。ね、可愛らしいですね。瓶の中にみたらしパンパン入っとって、はいはい、うん、でお団子2本入ってんのかな。めっちゃ可愛いな。ね、上にきな粉が ね。あ、だから多分抜くね。うん。だからきな粉さらってくるみたいな。もうそういうね。寸法だ。まあ映える感じですよね、要はね。うわ。見て。どうしました？これみたらし団子といえばやっぱりさ、はい、やっぱ垂れるやん。まあ垂れますね。ちゃんと布巾2つ入れてくれてる、うん、いいね、優しいね。1個よ、普通1個よ。いや2人で買ったから食べはるんかな思って。2人食べると思って。そう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 。俺が買ったの、俺しか食べへんやん。いやいや、ええやん。ほら、どうした？なんか紙入ってたん今。え、何の紙な？え、うん、ピンクチラシ入ってた。やめや、そんなこと言うの。絶対違うから。なんすかそれは。あ、保存方法とね。そうそう、3日以内。はい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 。なるほど。なるほどね。結構まあやっぱ一瞬でこれの、うん、さっきのラムネとかあったやんか、はいはい、あれ系も、うん、あったみたい、あるみたいなんですけど、ちょっとなかったやんね、この瓶タイプのやつで。あ、なるほどね。今回なかったやん、これしかなかった。フルーツ大福バージョンがあったみたいやねんけど、うん、多分売り切れてたな。あの小瓶の方、あ、空間もあったけど。そうそう、だから多分売り切れてんねん。はい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 、なるほどね。でこれはまあレギュラーメンバーというか、うん、もう一番スタンダードのやつやから。そうやね、数もいっぱい作ってたんかな。数もあるっていう。行こう。まさかの博多駅前でみたらし立ち食いですか。いやー、シール貼るなよ、こっちに。開けるよ。はい、開けてください。うわ、どう？めっちゃいい匂いする。匂っていいする。あ、いい匂い、稲子のいい匂い、すごい上品な香りしますね。すごい、うん、なんか刺さってるよ。え、どうやって抜くん？
いやだからなんか食べ方とかさ、それこそ店員さんに聞いたらよかったんじゃない？いや絶対そんな食い方したらあかんし。え、何本は2本ほんまに2本入ってるこれ。うん、ちょなあ、いやいやおい、やめろやめろ、ほんで地べたに置くな、地べたに置くなよ、そんな。指入れる。でも指入れてください。そう、もう松本さんのやつなんで。はい、出てきました。ありました、出てきました、ありました、打つと、はい、出てきました、出てきました。いくよ、これね、いくよ、このね、このほらきな粉、はい、どん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 、はい、あかんかん、こぼれる、こぼれる。いや、ちゃって食うやつちゃうもん、絶対に。何、下から取って、 下から。警備員さんに止められるわ、こんなんやってたら。ダイナミック、うわ、はいはい、うわー、うわ、ゼロ点、ゼロ点でございます。ああ、そんな中に入れたらまた、ああでも、あ、そのこぼしたやつをこうまとわりつかせるたらいいんだ。そういうことやな。そういうことやね。おい、おい。いやでもうまそうじゃない。いやうまそうやけど、おい。いくで。うん。問題味ですよ。美味しい。もちの。はい。いやいやいや、行くなよ。なんで二口目いけんねん。喋っとったやろ今。もちの弾力が、うん、半端じゃない。ちょっと歯ごたえあるな。あ、だいぶ餅の中でも弾力がある方。そうそう、多分もうちょっとなんかこう引っ張るなんかスピードとかもあるんかな。何や、細すぎるな。じゃあ、うん、かあらかじめやっぱりこう下になんか敷いて、こうやってな、うん、そう、ほなもう大丈夫やん、うん、お皿の上とかで食べてもらおうみたいな感じですね、うん、めっちゃ美味しい。よかった。うん、みたらしのタレあるやん、うん、あれが全然しつこくない。あ、甘ったるい感じじゃない。何本でもいけちゃうぐらい。もう何本でもいける。マジで何本でもいけんで、あのきな粉が、うん、マイルドにしてるよね。あ、なるほどね。みたらし団子にきな粉ってつけてなくない、普通。あんまみたらしはみたらしのままですね。確かに。ダメさん食べていいですか、食べても。はじめまして。これね、あー、なるほど。あー、すごい、思ったよりずっしりやね。うん、え、引っ込んできますね。ちょっといきますよ。でれー、ほら、俺のよりうまそうやな。もう一回行きたくなるな。いや、ロシア中に二度漬けしたくなるやろ。いや、やめてください。いや、もうやめてください。もう一本しかないねんからええやろ。こう残った中どうしようかな。それやねん、それも考えてまおう。いただきます。どう、うん、確かに思ったよりすごいあっさりしてるやろ。うん、ちょっと鍋さんこっち行こう。こっち行こう。熱い。いや美味しい、これは。美味しいやろ。うん。これ2本入ってやったらお得よね。このきな粉との多分塩梅も多分ちょうどいいかもしれん。せやな。うん。いや、そのきな粉めっちゃいい仕事してるくない？してるね。これは。うん。
この最後の残った瓶の中のタレ、うん、もう追い団子したいわ。追い団子する？うま。追い団子いい？いいよ。全部もう入れてもうて、うん、もうディップしまく。うわ、ええー、なぁ自分。すいません、ごめんなさい、ちょっとずっこいなぁ。汚いことします、ごめんなさい。ディップしまくってずっこいなぁ。うわやば、意外にこのまだまとわりついてるきな粉が、いや、うわ、美味しそう。ここうわ、これうわうわ、ちょっと待って、うわえ、これ最高やん。最高ですわ。ちょっと待って、食べんといて。もう全部きれいに、あ、でも結構きれいに取れてるな、意外と。まだそれでもタレ余ってる。そこに余ってんのか、はあ、いただきますね。うわ、串カツみたい。なんで串カツとか言うの。これ、うん、思ってんけど、うん、これさ、ほんま、あの一個ずつ、うん、食べてはつけの方がいいかもしれない。あ、それやな、うん、串抜いた方がいいかもな、うん、どんどん濃くしていってもいいかもしれない。うわ、もう最悪や、一発目損やん、うん、俺。これはほんまに実験台やん、うん、多分それも、それを考えたら全部救えるんかもしれない。そういうことやな、うん、もう一箱、もう一瓶食べたい。うわ、美味しいわ、美味しい。クレームうなってるわ、うーってそうだろうって、うん、ありがとうございます。やろう。ラーメンばっかり目いってましたけど、うん、いや、こんなんもあるんやね。そやね、うん、ありがとう。でも立って食うもんじゃないよ。まあ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 、うん、ほら下これ片付けせなあかん。あいつらって周りの何人か思ってる、うん、だからきな粉落としてもいいところで食べよう。そういうことやね、うん、ありがとう、うん、じゃあラーメン行こうか。行きますか。はい、しっかりね、来た時よりも綺麗に。そう、松本さん、はい、またあなたサイドポケットにおしぼり持ってますよね。こういう時便利でしょ。いや、ちょ、便利やけど、そんなタイミングなかなかないねん。これ、俺がその常に濡れティッシュ常備 してなかったら、うん、こう博多駅汚したまんまやったからな、うん、まあまあそうやな、うん、いや、それはそうやけど、そういうのを考えた上でのサイドポケットティッシュです、うん、ごめん、ちょっとまたもう一回悪いねんけど、うん、一回ちょっとガサッと今掴める分ちょっと掴んでみてくれへん。サイドポケットの中にある、まあ、あんまりないとは思うけど。どれが使い差しでどれが新品かも分かれへん。ドラえもんやな、マジで。あ、今日少ない、4つしかない、あと4つしかない。ウェットティッシュエモンやん。どうしたんだい。いやいや、まだない、あんまり用ないって、お前に。あんまり用ないって。またジャイアンに手を汚されたの。英国屋の分厚めのやつ。いらんな、いらんな。帰ってくれ。なんで見ないから来たんや、こいつ。